どうもこんにちは、いくつかです。今日も叶いやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。な感じでございまして、今日も元気にやっていきましょう。よろしくお願いします。今回ですね、はい、入学式やっていきたいと思います。何話そうと思ったか忘れちゃった。あれらしいよ、投手を野手にコンバットし、野手を投手にコンバットするとなんかめちゃくちゃ良くなるらしいよ。俺このまま京都で行きたいと思います。行きましょう。誰か転生来い。転生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 、誰かいる？いるね、いるね、いるね、いいね。しかも古谷来たね。いいじゃん、吉野。行きましょう。中村首候補だけど割と強い。打ち基準が強い。栗原、あー、これは首ですね。はい、やったー。あ、やっぱ俺広瀬さんって、あの広瀬、あれホークス OB の広瀬さんじゃない？もしかして阿部ヒついてなかったっけ。あれついてなかったっけ。まあいいや。落ち落ち落ち、弱いね。川崎、あー、川崎でもこれもうあれだわ、覚醒期待だわ。古谷、古谷強い、古谷とても強い。どっかの内野コンバットかな。田口、田口いいじゃん。田口もいいね。じゃあいけんじゃない。いや、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。悪くない、悪くない。いや、いいじゃん、いいじゃん。いいと思うよ。やっちまってんね。素晴らしい。いい入学式でございました。まあ、これ全員来たのか。まあまあで全員来たのか。偉いなぁ。とても偉い。まあ、どうせ得なとこ来ないから全然いいんだけど。はい、でございまして、ここだけと、赤マス気にしない。僕、赤マス気にしない。よし、本屋さん。本、泣き反応丸。はい、どうも、久しぶりでございます。はい、見てきました。1番、広瀬さんで組んであります。1番、広瀬さん。2番で近藤さん。3番は秋坂。4番、浜。5番で川崎。6番、長井。8番、川上。7番、川上。8番、田口。で、9番で古谷って感じでいきたいと思います。はい、彼は、とりあえず、セカンドコンバントでいいんじゃないのかなっていう感じの田口でございます。行きましょう。いやー、果たして、強いでしょうか、このチームは。あ、そう、前回コメントでいただいたんですけども、月曜日に、この、テンションが下がるのは、可視化されるようになったっていうだけで、元からあったらしいよ。初知り。ユキチカ初知りだね。ただ、うざいね。いなら従来通りさ、別になんか、ねえ、そんなに何も言わずに下げてくれればいいのに。そうすれば、何も波は立たないのに。はい、ということでございまして、私ですね、最近超ドタバタリアルでしておりましたので、動画を出すのが久々でございます。入学式の動画を撮ってから、しばらーく経ってから、この動画を撮り出すっていうね、なかなかちょっとえげつないことやっておりますが、しばらくまた動画を撮りたいと思います。よろしくお願いいたします。編集指示してきました。例えば栄冠内のバグって修正されたのかなとか思いながら今メインポジション変えれたんですけど、修正されたんですかね。なんかピッチャーをさ、野手にして、野手をピッチャーにするとめっちゃ上がりますよみたいな。能力上がってそのままそれが延長続きますよみたいなってなくなったのかなと思いながら今やってるんだけど、どうなんだろうね。このテンション上がるのが永遠と続いてくれたらいいのにな。なんか毎週なんだもんね、ほぼ。ほぼ毎週下がるもんね、今のところ。このほぼ毎週下がるのさ、このテンションで下がるのさえなければさ、きっとなんか、もっと俺ら前に向いていけるみたいなのになるんだよ、なろうけどね。残念ながらそういうことが全くないんだよね。おい、スカモミルチョーザー、個別指導は後でします。焼けます。あ、下にある。下あるなら大事です。行きましょう。もうなんか本屋さんよりも俺はこっちです。パーク振るよ。え、強っ。こんなあるの。練習効率上がる。個別指導強っ。個別指導強いな。あー、やばい。チョビニョ。あー、7号決まりたかったな。本屋さん、ここに2個いるのになぁ。止まれないじゃん。止まりたい。1個い。止ますでもなぁ。1個も止まんないのもなんか違う。さっきそうすると、あそこで絶対使うのミスった。進路相談止まって、へっすら、悪くはない。別に。
供給の方悪くない、全然悪くない、なんならいいかも。で、なんか先っぽに積んでいければ OK、 いいじゃん、全然いいね、今のところなんか悪くない、何も悪くない。来るや来るや来るやな、さっきダメだったからな。いいのが欲しい、一個できたんだね。え、これっていうのがないんだよな。いぶし銀も別にいらない気がするし、ダメ押しなんて出る場面ほぼないだろうし、いぶし銀でいこう。はぁ、あ、今ホークス戦この間見に行ってきたんですけど、初めてねベルナドームの中入ったんですよ。ベルナドームが歩けるのにマジで嬉しいね、びっくりしちゃった。俺この間あの au 自分銀行シートっていうところ行ったんですよ。au 自分銀行シートにいた人からどうぞみたいなの入れたんだけど、マジで嬉しい、本当に嬉しいよ。反応なんか入れるんだったらもう万歳だよ、バンバン歳だね。あ、バンバン歳の方結婚したね、ニュースになってたね。ヤフーニュースでいつも見るんだけどさ、なんでなんか YouTuber が結婚した時って Yahoo のコメントの人たちってめっちゃ風当たり強いんだもんね。また皆さん次回でございます。バイバーイ。